それでは皆さん、続いては今日のヒーローをお呼びしました。見事な一発、万波中正選手です。おはようございます。侍ジャパンのユニフォームを着てのお立ち台、今どんなお気持ちですか？最高ですね、はい。もう早速あの一発お聞きしていきたいんですが、本人振り返ってあのホームランはどうでしょう？いや、もう本当打った瞬間行ったなっていう手応えありましたし、まあどうしてもこうね、侍ジャパンの試合で1本打っときたいなと思ってたので、本当最高に嬉しいです。見事にバックスクリーンまで運んでいきました。バッティングの内容としてはご自身どんなものだったんですか？140点満点で。チームとしてもあの韓国のピッチャー非常に、ね、レベルが高かったです。欲しかった1点になりました。こういう意味でも大きかったと思いますが、いかがですか？はい、本当に、先発ピッチャーすごい球も速くて素晴らしいピッチャーでしたし、まあ、こう実際終わってみたスコアが2-1だったんで、まあ、本当に、はい、我ながらいい1本だったなと思います。ここまで2試合本当にこう厳しい試合になってますけれども、万波選手戦っていて、ジャパンでのこの試合、2試合終わりました。どんな思いで今戦ってますか？どんな思い、そうですね、もう相手マジ強いなと思いながら試合やってますけど、まあなんとか勝ち切れたっていうのは、はい、本当に自分たちの強さなんじゃないかなと思ってます。近い世代の選手ですとか、まあ、あとは同じ学年の選手もね、たくさん一緒に戦ってます。刺激受ける部分どうでしょうか？はい、本当に、年近い選手で、まあ、こんなすごい選手いっぱいいるんだなっていう、まあ、驚くと同時に、はい、本当に負けれないなと思ってやってますね。さあ、明日はオーストラリア戦、そして日曜日には決勝戦もあります。では万波さん、これだけのお客さんが残ってくださっています。最後に一言意気込みお願いします。本当に遅くまでたくさんのご声援ありがとうございます。残り2試合ありますが、さらなるご声援で僕らの背中を押してください。よろしくお願いします。